ところを抑えに行かなきゃいけないとちょっと。松尾さん、おめでとうございます。ありがとうございます。もう率直にレース見て感じて、バッキーかっこいいなと思っちゃったんですけど松尾さん的にどうでした？僕も思いましたねえ、まあ、関東がね、ちょっと二段掛け含みであれだけ踏んでいく中乗り越えて、はい、まあ本当にあの何も考えることなく、とにかく背中だけ見て、うん、もう本当に連携外すことが一番ダメなんで、うん、まあ、しっかり追走してからっていう風に思ってたので、まあ、出来ってからはかかりもすごかったですし安心してついてました。いや本当最高のワンツーだったから、さっきあの帰り際のワッキーにやっぱりいいレースするねみたいな話したら、スタイルなんでね、したことないかっこよくねって去っていったけどあのレースの、そう、あのタクシー乗って帰ってあ、じゃあレースがあんまり話せてないの？まあ終わってあの声かけてくれたんで、うん、はい、あのちょっと話せましたけど、ちょっとまたね、あの詳しい話であのゆっくり、はい、後の開催とかで聞きたいと思います。おめでとう、はい、ありがとうございます。後の上お願いします。ありがとうございます。じゃあ上お願いします。